アザワ秀デは日本の実業家、オリジン投衆の創業者。1941年出生。1964年明治大学卒業。1966年有限会社投衆を設立。1967年中華料理店第1号店を東京都世田谷区に開店。1976年に株式会社に改祖し。 代表取締役社長に就任。1994年、神奈川県川崎市に惣菜と弁当の平売店、オリジン弁当第1号店を開店。現代人の食生活や食料問題に対する強い問題意識を持ち、国民のための基準食を作るというコンセプトの下、農家との共同生産など食材を重視し、原料の成分分析まで行い、塩分や、 甘さを抑え化学調味料や防腐剤や添加物などを使わないユーザーの健康を第一に考えた取り組みは従来の業界の常識であった濃い味付けやコスト効率などを優先させるといった慣習を打ち破るものであり徐々に支持を広げ同社の中核事業となった1997年に会社の称号を株式会社投資からオリジン投資株式会社に変更 2000年代表取締役会長2002年10月7日眼性腹膜炎のため死去在会第46巻第17から20号安沢秀吉のご冥福を祈る月刊、農業経営者ありがとうございます